はい、皆さん、こんにちは。カメラブ TV のダイです。今日はですね、画像の解像度、それからプリントの解像度のお話をしたいなと思います。えー、DPI っていう言葉はよく聞くと思うんですけども、えー、ドットパーインチの略になりますね。えー、PPI と表記されている場合もありますが、まあ、同じ意味で、こちらはピクセルパーインチになりますね。それでは解像度の話、スタートです。 では、一つ目、モニターの話から理解しましょう。もともと、えー、パソコンのですね、モニターの解像度を規定する単位で、かつての VGA サイズである 640×480 ドットの時にこれくらいはいるでしょうという数値から始まっています。で、この頃に決められた、えー、72dpi という解像度で、この解像度の一つの基準として進化してきています。 この 72dpi というのは、えー、グラフィック系のですね、えー、基準の座標というか、それが、え1インチあたり1 72分の1だったということで設定されているので、そこから来てるみたいですね。なので、Windows で 72dpi です。Mac は 96dpi です。という人もいるんですけども、これはまあ、あんまり関係ないかなということですね。そして、テレビもデジタル化することで、この dpi 表記っていうのが浸透してきました。 この dpi ですけども、えー、ハイビジョンや 4K、8K などの動画のフォーマットが高精細になって、えー、ますます細やかな表示が必要になって、大きな数値が書かれることが多くなりましたね。えー、この dpi ですけども、ドットパーインチですから、1インチというのは2.54センチです。えー、この間にどんだけのドットが含まれるかということを示していますね。ではですね、参考にそれぞれのモニターサイズで必要な 必要な画素数とその DPI を表にしてみます。で、ノートパソコンなら B5 サイズで13インチくらいかな。A4 サイズで15インチくらいですね。デスクトップでは小さくて17インチぐらい。今では皆さん一番よく使われているのが24インチぐらいかな。少し大型では27インチというところでしょうか。 では、テレビではサイズより、えー、フル HD とか 4K とか 8K という仕様で決まってくるもんですけども、えー、32型、43型、60型、これくらい3種類を挙げてみます。ちなみに、肩とインチは、えー、同じ意味で、画角の、えー、対角の長さになりますね。PC モニターでは、えー、70から 100dpi 程度が Windows でおすすめ解像度として表示されている,いると思います。 この黄色で塗った部分になりますね。現在作成されているコンテンツなんかはこの範囲で見やすいサイズになる解像度ということです。まあ目が良くて高精細に見たい場合はこの解像度を上げていけばいいんですけども、アイコンとか文字などがそれに伴って小さな表示になってしまいますね。つまりそもそもアイコンとか文字は 70dpi で適度に見えるサイズで作られているからなんですね。 そしていくら高解像度にしたくても、モニターのパネルそのものの画素数が限界ですから、グレーアウトした部分、この部分は設定できないと思います。で、現在の表示パネルの精細さというのは、1画素だいたいコンマ3ミ、mm、リからコンマ4ミ、mm、リぐらいで製造されています。そして薄いグレーの部分は、高級なパソコン用のモニターなんかの一部で存在するレベルです。 つまり1画素のサイズが小さな高級パネルを使っているわけですね。で、さてここでですね、撮影した写真を PC モニターに表示したとき、まあ、1倍とか100%とか言って拡大して表示させることができますよね。等倍といっても、モニターによって実際の画面に表示される大きさっていうのは変わってきます。えー、例を挙げてみましょう。よくある記録画素数24メガのカメラで撮影した画像っていうのは、 6000×4000 の画素ですよね。これをですね、13.3インチのノート PC と27インチの PC モニターに表示させてみます。一般的に、えー、画像ソフトであるとですね、写真全域が見えるように適度な縮尺をかけて表示してくれるんですけども、通常はピクセルバイピクセルで、モニターの画素数にマッチした大きさで映ります。 つまり13.3インチのノート PC のパネル最大画素数は XGA 1024×768 だったとします。で、一方27インチのパソコンのモニターですね。こちらがパネル最大画素数が WQHD 2560×1440 としましょう。ここで13.3インチのノートパソコンに全画面に画像を全部表示しようと思うと、 縦横6分の1ぐらいに縮小しないといけません。ですからソフトによっては、えー、6分の1イコール16.7%なんて表記されていると思います。で、27インチの PC モニターの方は縦横をですね、2.4分の1程度の縮小で全画面に表示することができます。つまりこちらのソフトでは41.7%みたいなこと書かれていると思います。ですから当倍100%。 というのはどういう意味かもうお分かりですよね。この16.7%とか41.7%を100%に表示するということなんです。先ほど表示パネルの1画素サイズが0.3から0.4ミ、mm、リ程度って言いましたから、まあ、100%の表示をすれば見える範囲は画面サイズで変わるんだけども、実際の画像のサイズは画素サイズ分の差で表示されることになります。 ですから100%と表現で運用されてますけども実際の画面上の被写体のサイズっていうのは画素サイズに応じて30%程度は異なる場合がありますですから100%表示でもモニターが変わると表示する実際のサイズっていうのが変わってくるっていうふうに思ってくださいねそしてですね Mac なんかで一部の PC モニターでデティーナディスプレイっていうのを採用しているものがありますよね で、簡単に言うと、縮小表示で高精細にするディスプレイで、ドットバイドットではないということなんですね。で、例えばですね、320ピクセル ×320 ピクセルの画像をドットバイドットで表示すると、もちろん320ピクセルと320ピクセルで表示されるんですけども、レティーナではですね、元の画像を640ピクセル ×640 ピクセルにして、 で、表示するときに320ピクセル ×320 ピクセルに縮小するんですね。こうすることで高精細な表示が可能になるっていうことです。で、この原理っていうのはマークだけの話ではなくって、えー、画像としてそういうものだということをちょっと認識してほしいなと思います。Windows でも同じことをすると綺麗には見えるんですね。これをシステム的に最適化したものがレティーナになっています。続いて二つ目、プリンターのお話です。 で当然のことですけども、プリントにも DPI というものがあります。ただし、プリンターの DPI と画像の DPI は意味が違いますで。まずですね、プリンターの発色の仕方から、えー、説明しますねで。プリントの世界では、光の3原色ではなくて、色の3原色で表示されますから、シアン、イエロー、マゼンタ、プラス黒の、えー、4色で基本印刷されます。 ですからインクジェットプリンターはエントリー機でも4色のインクが使われてますよね。で色の3原色であれば、えー、シア、マゼンタ、イエローの3色だけでいいんじゃないのと思うんでしょうけども、えー、黒の再現っていうのは結構難しいようで、えー、ですから黒である K を別途設けていますね。だから4色になってます。で高級機器ではさらに複雑な色が的確に表示できるように中間色のインクも搭載されてますね。 で、モノクロ印刷を歌う場合には、グレーなんかも入っていることがあります。では、これらのインクを使ってどのように色を出すかというと、この図を見てください。これらインクを混ぜてですね、色をわざわざ作れませんから、1画素の色を出すために、1画素内で、綺麗に各色のですね、ドットを打って表現しています。で色の差はドットの大きさで決まりますね。でこんな感じです。 え、インクジェットプリンターの何ピコリットルなんてよく言われてますよね。あれで競争しているのは、この何ピコリットルっていう数字が小さければ小さいほど、ドットが小さくて綺麗で高精細になるからなんですね。まあすごい世界ですね。そして、このプリンターのドットっていうのも DPI で表記されます。ここがちょっと紛らわしいところです。 で、今ではですね、ホームプリンターでも、写真画質プリンターでも、だいたい 5000dpi 程度ありますね。1インチに5000個ものこのドットが打たれるわけです。ですから、はがきサイズから、家庭用の大きなものなら A3 プリントまで、どれでも最大 5000dpi で印刷されることになります。では、画素の1画素あたり、何ドット打てば望ましい色が再現できるかが重要になってきますよね。 でしかしですね、これいろんな文献探したんですけども、それほど明確に表記されている文献というのは見つけることができなかったんですね。えー、しかしですね、えー、各プリンターのメーカーさんの推奨というのがありまして、えー、画像データをだいたい 350dpi 程度のものにしてくださいっていうのが多いんですね。つまり1画素に対して5000を350で割れば14になります。 つまり、1月あたり 14×14 14のドットで色を作るのが良いようですね。ですから、どんなプリントサイズで出力しようと思っても、画像の解像度っていうのは 350dpi より小さいとあまり綺麗ではないでしょう。大きくしても綺麗なわけではなくて、時間がかかるだけということになるんですね。なので、 印刷する場合にはもう 350dpi っていう風に覚えておいてもらった方がいいと思います。ではですね、各プリントサイズで綺麗にプリントするにはどの程度の画素数のカメラが必要になるかっていうのを計算しました。この表になるんですけども、はがきサイズで約3メガ。で、A4 サイズで12メガ。A3 サイズで24メガ。全紙まで行くと50メガ。 で、全倍のサイズになると1億画素が必要になってきます。ただ、これは画像側を何もせずに出力する場合、要はドットバイドットで印刷するというイメージになります。ですから、12メガのカメラの画像を24メガにリサイズして 350dpi にして計算に印刷すればプリントの相性は良くなるということですね。 ただしですね、画像が高精細になるわけではなくて、単にプリンターの発色のために最適化しただけですので、高精細に印刷されるという風うには捉えないでくださいね。逆に50メガクラスのカメラで画像を撮影しました。そして A4 にプリントするんだったら、350dpi で12メガ程度まで画素数を減らした方が、プリンターとの相性が良いわけですね。 プリント品質を落とさずに早く印刷が終わります。そこで実験をしてみました。4 7メガのカメラで撮影した画像を L 版に印刷して試してみました。4 7メガの原版を 350DPI にした4 7メガ3 5 0 d p i 画像と L 版で最適な2メガまで小さくした 350DPI にした画像、2メガ3 5 0 d p i 画像を印刷して比較してみます。 この時点でですね、画像サイズがすでに 29MB と 2MB で、もう15分の1ぐらい小さくなっています。印刷時間の比較をします。47MB350DPI 画像は1分25秒かかりました。そして 2MB350DPI 画像は51秒で印刷が出来上がりました。 で、これまあ無線で印刷機につないで印刷機の初期設定を全部させた上で、えー、の時間ですんで少し長めかもしれませんけどもでも3分の2程度まで短縮できたわけですねですからもっと大きなプリントを印刷しようと思うともっと時間の差ができてしまいます次に印刷品質ですけども印刷したプリンターをスキャナーで読み込んだ画像がこれになりますどうですか変わらないでしょう ですから大きな画像を印刷することにはあまり意味がないんですね。ですから印刷したいサイズに画像をですね、縮小なりして、ただ解像度を 350dpi に設定しておけば綺麗なプリントはできるということです。何よりも時間が節約されるっていうのはありがたいですよね。そしてここでちょっと面白いのが先ほどの表を見ると L サイズのサービスサイズであれば2目が必要ですよというお話でしたね。 デジタルカメラになった時にフィルムの頃の L 版であるサービスサイズでフィルム並みに見えるには200万画素必要と言われたんですね。つまり2メガ必要と言われたんですね。ですからこのプリンターの 350dpi で計算すると2.2メガとほぼ同じ数値になるんですね。ということは言い換えるとインクジェットプリンターというのはフィルムのプリントとほぼ同等の精細さでもうプリントができているということを意味しています。 ということで今日はモニターの解像度、プリンターの解像度のお話をしました。DPI という表記ありますけども、モニターで映す場合の DPI、この時にはサイズに関してどういう風な振る舞いをするか。で、プリンターに関する DPI に関しては印刷品質としてどうするか。まあ、基本的には 350DPI で設定しておけば問題ないですよっていうお話をさせていただきました。ということで今日はこれぐらいにしたいと思います。では、バイバイ。